どうも、キスケです。本日はホープソードトランクスに覚醒アビリティ2つ乗っけて使っていこうと思います。まあ根血で使っちゃうと、不死身がないので、まあ今回は、未来で染めて、まあ赤色なしでちょっと殴っていこうと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。髪の毛パーティー、アイテムは赤色なし。じゃあ石腕が刺さるんじゃないか。こういう感じでいく。いや、こういう感じでいこうか。せっかくやからザマス使っていきたいよね。はい、お願いします。まあこのパーティーでもシンプルに復活じゃないわ、不死身が2体っていうだけでだいぶ強いと思うし、で緑が刺さるといいね、悪くないね。覚醒アビリティ2つ乗っけたらやばいことになるんじゃない、やっぱり相当ベラボーな強さになるよ。ブルーかつスーパーサイヤ人と本血ですね。未来か、ブルーかつ未来。お願いします。必ず勝たなきゃならないんだ、行くぞ。あ、動かないっすね大丈夫、動いたね。はいはい、ナイス。ザマスで殴っていこう。はい、お前はここで終わりだ、お前はここで終わりだ、ドラゴンボール吐きだ。はい、ナイス。ギャリックーハー、つえー、やるね。残念だったね。はい、回避音が聞こえてるんですわ死んだぞ緑死んだぞ。タックル来ないか。はい、通常 OK、 危ないよ。うん、特殊で見るか。いやー、これ打ってきそうやな。あー、ナイス。ホープソードで殴っていこうあざした。さあマッチングしました。未来パーティー対戦やっていきましょう。新キャラクターはゼロですね、お願いします。初手はこういう感じでいこっかな。はい、多分ベジットブルーの攻撃はね、がっつりザマスで受けれるんで。あ、でも赤色入ってないから出てこへんか、ミスとかも。逆に緑出てくるか、この場合やと。変わらず出したよかったな。そうね、緑だよな。いや、チンチンと。お願いします。はい。ナイス。いいね。ナイス。ありがてー。ありがたい。悪くないよ。危ないよそれはやめて。入んのか。手札リロードしよう。射撃圧ないのちょっとつらい、つらい射撃圧ないのつらいよ、ちょっとラッキー。 OK、 悪くないですね。危ねー。うん、こっちで受けようか OK、 バニッシング奪って、あー間に合うかやらかした。うん、カバチェン外しする？しないか。
パニシングバーの1回だけやからな。ナイス、オッケー、救急カーズやね。まあこれロゼに引いてくると思うけど、あ、タイマー回ってなかったわ確定やわ。さよなら。うめえ。いやよう反応してるわ。入る、結構入るね。ナイス、うまい。予約アーズで火力取りに行こう。ライジングでいいやライジングでいいわ。はい、まあこれ不死身キャラクター2体残ってるんでだいぶ得やね。相当強い。さあラスト緑、緑残したくなかったな。うまい。やらかした。落ちないとは思うけど。無駄なあがきだ。はい、なるほど、撃っちゃえ。よし、ドラゴンボール破棄しときたかったけどな本来は。緑落ちたんちょっと痛いね。これがかっこいいのよ。ちゃんちゃん、いい火力、遅い。 OK、 はい、うん、うまい。OK、 ナイス。まだ見られてないはず。うわマジか。はい、いやつらいなこれ。入りすぎやろ。バニシング奪おう。はい、オッケー。あー、ありがてえこれ。ライジング相手溜まってるんでね。バニシング回復できそうじゃねこれ。はい、よーし、ライジング溜まりそう。てかユニークゲージまだ溜まらんのか。つらいなそれ。はい、まあライジングぶ、あ、バニシングないのか。はい、あざした。危なかったね。これはもっと強くならなくちゃいけないんだ。さあマッチングしました。合体戦士パーティーのリーダー枠が悟空&ベジータ。了解です、了解です。しゃがれーす。これでいこう。お願いします。スーパーベジットは多分後半やね、覚醒するのは。うん、さあホープソードを貴様に止めれるかな。そもそも火力高いのにやっぱ違うでしょうね、覚醒アビリティ2つ乗ってるから。相当火力高いよ。お願いします。まあベジットブルーの攻撃はザマスで耐えれるんで大丈夫。タックルはなし。 OKナイス。オッケー。うん、1回目。最速。いただいていく。あ、うめえ。うめえ、それ。まだチェンジアビリティ溜まってないんで、ね。あー、射撃取られた。マジか。気力回復。
はい。有利属性よこれ。やばくね。はい。え？キャラチェンしないの？うん。はい。入る。うめえ。じゃあライジングで。これで終わりだ。緑落とせればホープソードめちゃくちゃ動きやすいんだよな。いやライジング最近めちゃくちゃ読まれるわ。マジで。マリシング奪って。はい。これ強くね。え？マニシングないよね。ラッキードラゴンボールハキーやばすぎ、破壊しすぎやろ、危な、いや最悪、まあいっか、まあいいや、しゃあない。2周目もうたまったぞ、嘘だろ。はい、うん、はい、ライジング、残念だったね。最近めっちゃライジング読まれるんすよね、めちゃくちゃ悲しい。なえる、なえぽよって感じやな。オッケー、ライジング。俺は撃つよ、当たるまで何度だって撃ってやる。また読まれそう。クソゲーやろこれマジで、信じられへんねんけど、マジで言うてんの。え、ありがとう。ありがとう、わざわざ。うめえ。予約圧、予約圧、あばよ。さあ残り2体。なんなんそれ。やばすぎるやろ。はい、よし、さらすと、ナイス、あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はホープソードトランクスに全開アビリティ2つ乗っけて使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあ相当火力で取ったと思います。うん、ただね、ユニークゲージ溜まりにくいっていうのがやっぱ若干厳しくねとは思うんやけど、まあそれでも凸があれば受けれるし、カバチェンもあるし、まあ問題ないのかなっていう、4凸で使ってるから、まあ、若干のあれがあるのかなっていう感じなんで、まあまあまあ相当強かったのは間違いないと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを、バイバイ。